ナビゲーターの彩香です。さて、死刑制度、様々な議論を呼んでいる制度ですが、導入されている国は少ないとは言えません。人口の上位の国別に見てみると、上位10カ国では7カ国が、20カ国で見ても14カ国が死刑制度を採用しているのです。2019年度に実際に死刑を執行された数を見てみると、はっきり分かっている中で一番多い国はサウジアラビアの184人、次いでアメリカの22人となっており、日本は3人となっています。しかしこれはあくまで死刑執行数を正式に発表している国の統計で、実際には世界で最も多く死刑を執行している国は中国になります。統計によれば、2019年だけでも少なくとも3200人以上が銃殺によって処刑されたと言われています。さらにイランが251人、イラクが100人と推定されますが、北朝鮮やシリアなど情報を全く開示していない国では、一体どのくらいの人数が処刑されているのか判断すらつきません。特に北朝鮮の場合、裁判システムを飛ばしていきなり公開処刑されるケースも存在するため、実数を把握するのが困難になっているのです。さて、死刑制度ですが、もし仮に処刑された後に生き返るようなことがあった場合、どのような処分が下されるのでしょうか。ここでは実際に死刑から生還した2人の死刑囚について足跡を追ってみましょう。田中富士作の場合、日本では過去に3人、拘中による処刑から3人が蘇生したとされていますが、正確な記録が残っているのは1872年に刑が執行された田中富士作だけです。拘中というのは、明治になって斬首刑が廃止された代わりに導入された処刑器具で、罪人の首にロープを巻きつけ、端に約75キロの重りをつけて拘束する仕組みになっています。当時の規則では、重りをかけて3分放置した後、死相が現れたのを確認してロープを外すとされていました。この処刑方法はわずか2年で、現在使われているような床が抜けることにより自重で拘束される拘束器に変更されています。まあ、それだけミスや欠陥が多かったってことでしょう。田中は現在の愛媛県で発生した暴動の際、建物に火をつけた放火の罪で死刑を宣告されます。1872年11月28日、現在の松山市藤原町にあった処刑場で刑は執行されました。遺体は検視された後、遺族に引き渡されます。親族が荷車に棺桶を乗せ自宅に戻っていた時のことです。刑場から4キロほど行ったところで、棺桶の中からうめき声が聞こえてきたのです。遺族が慌てて棺桶の蓋を開けてみると、田中が息を吹き返していました。遺族はそのまま田中を村に連れて帰りますが、どうしたらいいのかわからず、現在の警察にあたる上昇課に報告したのです。しかし、報告を受けた県の方でも過去にそういった事例がなく、規定も存在しなかったため、中央の判断を仰ぐことになったのです。翌1873年9月になって、ようやく中央政府から返事が届き、それによれば、すでに公主刑に処せられた後に蘇生したわけだから問題はない。直ちに日本の戸籍に編入するようとなっていました。つまり田中は一度死刑が執行されているため、その後に生き返ったことに関しては過去の刑は不当に処すということになったわけです。この事件が発生したのは江戸から明治に変わってあまり時間が経っていない時期だったこともあり、暴動の首謀者が禁錮刑で、放火した田中たちが死刑といったアンバランスな判決が下されていました。これは江戸時代、火付けが極刑に処されていたことに関係があったことは間違いありません。田中はなんとか生還することができましたが、同時に処刑されたもう一人の人物が生き返ることはありませんでした。アリー・レザー・ M の場合、イランでは殺人以外にも麻薬関連の罪でも死刑が適用されることがあります。アリー・レザーも覚醒剤1キロを所持していた罪で起訴され、死刑が宣告されます。2013年10月9日、37歳になるアリー・レザーは特別拘置所から中庭に移送されました。中庭には落下式の拘束台が設置されており、輪になったロープがぶら下がっているのを見て、アリー・レザーは年甲斐もなくガタガタと震え、
刑務官に支えてもらわないと前に進むこともできなかったといいます。しかしどんなに怯えようが死刑が停止されることはありません。判事による判決文が読み上げられ、執行命令が所長に手渡されます。アリーレザーの首に太い絞首用の縄が巻かれ、黒い袋がかぶせられました。何か伝えたくても声にならず、涙と鼻水が止まりません。そして次の瞬間、アリーレザーの体重を支えていた床が開き、鋭い衝撃が首にかかったのです。時間にして12分、アリーレザーは絞首台に吊り下げられました。やがて所長の命令でアリーレザーの体が絞首台から下ろされ、そばに待機していた医師が死亡を確認します。アリーレザーの処刑はつつがなく終了し、彼の死は医師、死刑執行判事、刑務所長によって確認、書類にサインされたのです。アリーレザーの遺体はそのまま法医学長に移され、翌日には遺族に引き渡されます。しかし翌日になって事態が急変します。出勤してきた職員が遺体安置所を確認したところ、アリーレザーの顔に水蒸気のようなものが立ち上がっていることに気がついたのです。急いで近づいて確認してみると、なんと自力で呼吸していることが分かったのです。職員はすぐに上司に報告し、担当医による救急処置が行われます。その後アリーレザーはイマーム・アリー病院の集中治療室で手当てを受けることになったのです。一時は危険な状態でしたが、日増しに健康状態を取り戻し、解放に向かっていきました。遺体を引き取りに来た遺族の中でも、特に二人の娘は父の生還を喜んでいたといいます。しかし話はうまくいきません。日本の裁判所にあたる行政構成員の判事は、裁判所から下された判決は死刑だったのだから、死刑囚は容体が回復した後再度死刑が執行されなければならないと述べたのです。この決定に異議を唱えたのが、世界的な人権団体として知られるアムネスティ・インターナショナルです。もともとこの団体自体が死刑制度を批判していることもあり、二度も残虐な死刑を執行するのは罪人に対する人権侵害だというのです。結局世界的にも批判が高まったことから、同年10月23日、国営イラン通信を通じて、イランのモスタファ法相は死刑を生き抜いた死刑囚が再び処刑されることはないと発表し、刑の執行停止を認めることになりました。しかし残念ながら日本のように無罪放免とはいかず、死刑から一つ減刑の無期懲役処分が下されたということです。死刑制度、難しい問題ですよね。確かに人が人の命を奪うことがいいのかって言われれば判断に困りますが、かといって大切な人を奪われた遺族の思いを考えると仕方がないのかなとも思えてしまいます。死刑そのものより死刑に該当するような犯罪が起こらない世界が来ることが一番の理想なんですけどね。これはもっと難しいかもしれません。はい、今日の話題はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ感想やご意見、コメントしていただけると嬉しいです。それでは今日はこれでおしまい。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。このチャンネルは世界の都市伝説、謎、ミステリー、神話、雑学など幅広い話題を提供しています。よろしければチャンネル登録、評価の方のご協力をお願いいたします。それでは次の話題をお待ちください。